はい、こんにちは、僕です。シンフォーファイナルやっていきましょう。今回から、どこに行けばいいんですかね。フリンがさらわれてしまって、助けに行くっていう話なんですけど、目的地はね、あ、やっぱ新宿になってますね。あそこどうやって行けばいいんだろう。神田の社の上が通れれば行けるのかな。もしくは、あの妖精の森の左上はね、岩があって通れないと思うんですよね。もしくはこの押し上げから池袋の方に行ける。いや、池袋の方には行かないんじゃないかな。ちょっとこの辺神田の社の上が通れるようになってないか確認していきましょうか。なんかいる。ここはメルカバー様の管轄区域。天使である私が警護しています。無意な外出は控えるように。あ、いや、出してくれるんだ。出してくれないかと思った。あー、天使が警護してるんですね。人外ハンター紹介からメッセージ。不便ない輸送経路を目指した道路の一部区間が開通いたしました。上等エリアから千代田エリア。どこだそれ。上等ってことはこの下っ側だと思うんだ。じゃあこっち側はまだ開通してないってことかな。あれ、いや、開通してますね。いける？あ、いけました。あ、千代田エリアいけましたね。何かある？ここも、ここも開通工事中なんだ。お、あー、当たっちゃった。あー、カマソッソ。カマソッソなんだっけな？ジオンガに多いんだっけ？オッケー。うん、待って、レベルが高いぞ。カマソスとレベル25だよ。これはちょっと経験値が、経験値が期待できるんじゃないですかね。まあ、経験値が高い。ちょっとその辺で戦っているだけで、レベルが上がりますね。まずいぞ。私ならともかく、今の君にここの敵は辛いな。そんなこと言ってくれるの？これより先は、我ら天使が管轄する領地だ。誰けがれ人よ。あ、けがれ人。あ、けがれ人ですね、そういえば。そんな呼ばれ方もするんですね。先制攻撃だって。このラージマップ上はね、素振りができないから、先制取られるか取るか、完全にランダムですよね。あれ、待って、なんか伝染してきたんだけど。これ何？これ何になってるんだ？あの状態異常が何なのかってわかんないのかな。経験値高いな。待って、新宿はね、西の方にあるんで、西に向かって行きたいんだよね。あんまりね、これ、モンスターじゃないや。悪魔がね、近づいてこないんですよね。すごい助かるな。チャクラポット。あれ、ここはなんだ？あ、国会議事堂だって。あれ、国会議事堂って何でしたっけ？こっちはね、霞が関だ。あ、じゃあその上がね、東京駅か。東京駅ってどうなってんの？これ、行けないのか？丸の内から行きますか。東京駅に怪す地下道。これ多分銀座に通じてるんだよね。東京駅。悪魔出てくるのかな？あ、人がいる。ガイア教団。この東京駅の地下街を抜ければ、ガイア教団の聖地、築地であった。現在は弥勒派なる異端の拠点となっているかな。フリンが多神連合に拉致されたそうだな。このまま帰らぬものとなればいいのだが。帰らぬものとなればよいのだが。そんなこと言ってますが。サンジェルマン。あ、そんな人いましたね、そういえば。宝石？あれ、宝石って全く手に入ってないですね。一つも手に入ってないや。こんな序盤から出てこられてもな、宝石がないですね。ん？ここ入れないの？マップ上は扉があるけど入れない。で、こっち側から行けんのかな？あ、行けるんだ。あれ、通れたよ。あれ、通れるようになったの？
なんか工事中で通れないって言ってましたけど、工事終わったんですかね。んじゃあ東京駅はそんな感じでしたね。特に何もなかったですね。こっち側に来るときは銀座から抜けてきた方が早そうですね。ここも開通工事中でしょ。んで、霞ヶ関ってどうなってるんですかね。懐かしの霞ヶ関ですね。ここに宝箱あるんだ。中行けるのかな？待て。今は引っ越し中で入れないぞ。しばらくしてからまた来るんだな。あ、入れないんですね。引っ越し中ってどういうこと？こっちは？入れない。セキュリティロックされている。え、入れるようになるのかな？あれ何ですか？え、これなんだろう？回復の泉？なんでこんなところにあるの？え、なんでこんなところにいるんだ？ここで回復が必要になる？全然ね、敵悪魔が近づいてこないから、戦わずに済んでるんだけど、できれば戦っていきたいかな。いや、まあいいか。いや、霞ヶ関はね、何もできませんでしたね。いつか入れるようになるのかな。で、国会議事堂って何かありましたよね、そういえば。あ、待って。バッドステータスかかりっぱなしですね。これ何になってるんですかね。あ、コールドって書いてある。風邪だ。風邪ひいてますね、これ。あ、映ったんですね。風邪って何で治せるんだ？風邪薬。あ、ディスポイズンか。ディスポイズンで治せるんだ。じゃ、ポイゾマでいいよね。ポイゾマじゃない。なんだっけ、ポズムディ。いつの間に風邪なんて引いてたんだ。あ、そうじゃなくて。なんだっけ、チャレンジクエスト。うん、国会議事堂にある医務室に貴重な医療機器が、行ってみようか。結界になってるのかな？セーブしておいた方がいいかな？ああ、やっぱり悪魔が張った結界になっている。ここの主は誰ですかね？大丈夫かな？いや、ちょっと待ってよ。これかなりの高い確率で、捕まりますね。ガッツポーズとかしなくていいから。悪魔に追われてる時に捕まるとしんどいんだけど、あんまりね、本作、敵悪魔が向かってこないんですよね。あれ、着いたぞ。着いたな。よし、行くぞ。何が出てくるかな。倒せるかな。ちょっと敵の悪魔レベル高いんだけど、大丈夫かな。これなんだっけ、クイックシルバーとポリスメン。ポリスメンは見たまんまなんだけど、わかんないな、弱点が。ザンマとかやってみる。あ、ザン弱点か。じゃあザンやってこう。ザンとハマ効くかな。ハマどう？ハマも弱点か。じゃあマカカジャ巻きながら攻撃していきますか。間違えた。ジオンがやっちゃった。あ、よかった。最近ジオ弱点の悪魔と戦ってることが多い気がする。思わずやってしまった。なかなか減っていかないですね。ブフとか効くかな？いや、ハマにしとこう、とりあえず。マカカジャ、そのナバールがね、サポートしてくれるんで助かるな。咳込み。それで風邪ひいてんのか。痛え。ちょっと痛い。風邪になるとどういう効果があるんだっけ？ステータスが下がるんでしたっけ？風邪直しておいた方がいいかな。直しておこうか。ちょっと念のためね。風邪うつるんで。他の仲間にね。迷惑なんだ。着々と減ってきてますよ。マカカじゃ3回目ね。多分3回まで重ねがけ、いてえ。ちょっと待て。危ねえ。危ないよ。動きすぎだよ。危ねえ。メディアしておこうか。危ないな。どうしようかな。ディアラマ、自分で回復。いやー、ハマかな。ブレスターンを取っておきたいですね。動
ごい、さすがにマカジャマ3回だと攻撃力がすごい上がってる。あ、また咳込みとかしてくんの。あ、ニヤリが消されたんだけど。え、何それ、咳込みでニヤリを打ち消されてしまうんですか。そんなことあんの。まあこのまま倒しきれそうだな。身動きが取れない。ナパイヤに風が伝染した。本畜生命、オッケー、倒した。本館、役目、大臣許すな。デモ更新だって。経験値高い、レベル上がりました。ちょっと新しい悪魔作りたいな。うん。結界消えました。医療セット一式を手に入れた。うん、紹介に持ってけばいいのね。ちょっと待って、風邪をひいてるんだよね。あれ、ひいてない？あれ、風邪治ったの？風邪治るんですね。治るんだ。まあいいや、ちょっと新宿をね、目指していきますか、とりあえず。なんだ、ここ。ルシファー様の命により、この中へは誰も通さん。あされ。あ、市ヶ谷駐屯地だ、ここ。ここにルシファーがいるんでしょ？あ、痛い。ちょっと待って、何ここ。あ、あれ待って、ここ通れないの？池袋に行けるんじゃないの、ここ。池袋に行けるんじゃないのか。あ、いや待って、違うな。そっちから新宿に行くのか。毒の沼地を抜けて、新宿に向かっていくという感じね。こっちの方は何もないのかな。邪魔なんだよな、悪魔が。これ何？あ、千駄ヶ谷。千駄ヶ谷入れたよ。トンネルの前で悪魔が道を塞いでいる。これより先はルシファー様が領土。ここを通すわけにはいかぬ。我らはここを見張り、何人も通さぬようルシファー様より命じられているのです。この道を進むことは諦めて、早々にこの場から立ち去りなさい。通してくれそうにない。戦うこともしないんだ。ここに甲賀三郎の大岩がありましたけど、ないんですね。甲賀三郎とか出てこないのかな？いや、じゃあちょっと毒の沼地を抜けて、行きますか。痛いな。この人は、メルカバー様の命により、なんかそこら中ね、通れなくなってますね。悪魔が道を塞いでる。これ上行けるのか？これは、急降誕。こっち側には行けそうにないですね。あ、すごい懐かしいな。もうびっくりした。こっちを通る必要はないんだけど、行ってみようか。ああ、懐かしい。ラームジェルグ。前作で一番弱い悪魔じゃなかった？レベル1でしたよね。このタイミングで出てくるんだ。強くなったな、お前な。ノッカーは何が効くんだろう、わかんないな。あれ、ノッカーってなんだっけ、衝撃系の悪魔じゃない？ほら、ジオが効く。オッケー。経験値が低い。経験値が低いぞ。さっきのカマソッソとか出てきてましたけど、この辺の悪魔弱っちいですね。こっちじゃなかった。これ下に行けば渋谷だよね。ああ、妖精の森の反対側に来ましたね。こんなでかい岩、前にはなかったと思うんだが。通れなくなってる。新宿がここにあって、新宿御苑？新宿御苑か。新宿御苑の方にも行けるのかな？いや、とりあえず新宿に到着いたしましたね。懐かしの新宿。新宿表？地上が結構広いんですよね。新宿。とりあえず地上を探索しておこうかな。待って、セーブしておいた方がいいな。久しぶりにハンターの亡骸がある。いや、アプリポイント増えてもなぁ。新しいアプリ増えてないんですよね。これは？アイテムがある。歩行ね。歩行も使っていった方がいいのかな。歩行まだ全くね、手をつけてないんですよね。なんだ？ねえ、七
何の音？なんだっけ？目の端に女の子の姿が映った。女の子は車輪を棒で押しながら走っている。なんだ？もしや幽霊ではあるまいな。女の子が消えていった方向から見慣れぬ車椅子に乗った男が現れた。へえ。君たち。スティーブンが出てきたよ。私の名はスティーブ。あの子が興味を抱いているということは、君たちもまた未来を選択するものなんだね。この者は何を言っているのだ？いずれわかるよ。ああ、ナバールが見えてる。スティーブンは見透かしたように笑みを浮かべた。これから君たち人間は神や悪魔により大いに惑わされるだろう。彼らは自分に都合の良い結末を迎えるため、君たちを誘惑し、脅迫し、迷わせる。時には君たちに原始を見せたり、人間に化けて出ることさえあるだろう。さあ、君たちはどうする？彼らの思惑に乗るか、収容の道を選ぶか。収容の道。あ、選べるんだ。思惑に乗るか、収容の道を選ぶか。収容の道？それってどういう？もし君たちが収容の道を求めるならば、私がその手助けをしてあげよう。イーブンは見透かしたように口角を上げた。この町はすでに大蛇に襲撃され、多くの人間が魂ごと食われてしまった。聖者に襲撃されてるんですね。え？それってどういうこと？すでに襲撃されたって。すべては君たち自身が決めていくことだ。頑張りたまえ。期待しているよ。中央ルートとかあるんですね。スティーブンは元来た方向へと戻っていった。何だったんだろう、あの人。各地の人外ハンターへ。戦車が新宿に出現したとの情報が入った。現在都庁広場にてその姿が目撃されている。周辺のハンターは至急現場へ急行し、これを撃退せよ。新宿周辺は瓦礫などで塞がっている道が多いため、現場へは地下街を通っていくほかないと思われる。あ、都庁の方に行くんだ。戦車がここに？近くにいるハンターは迎撃に当たれって。戦車がいる場所は都庁広場。広場には地下街を通っていくみたい。急ごう、ナナシ。なるほど。受注しました。大蛇撃退。戦うんだ、あれ。あのでっかいヘビ。ここから地下街に行けるんだけど、危ない。地上の探索を済ませてから行こうね。あれ、改札が通れない。ここから行け、危ない。たくさん出てきたな。あ、待って、SP がないんだよね。探索する前に一度紹介に行きたいな。次はマハブフ。マハブフというかマハ系の魔法があると便利だよな、こういう時。またそのパターンですか。やめてほしいんだが、本当に。ちょっと待って、使うか。マハブフストーン使っちゃおう。朝日がメディアを覚えた。しばらく朝日戦いに参加させてないけど、どっちがいいのかな、ナバールと。ちょっと悩ましいんですよね。なるべく戦いは避けつつ探索しようかな。人がいる。お前ら増援か。今地下街は悪魔どもでいっぱいだ。なんとか生き残った民間人は避難させたが、いかんせん戦力が足りねえ。
せめてあのバカでかいヘビがいなけりゃやりようはあるんだが。あれ、エレベーターで降りられるんだ。あれ、もしかして正面の入り口から入れないとか？あれ、どっかはしごで上に行けないっけ？行けるね。チャクラドロップか。結構チャクラドロップ落ちてますね。あ、そこも、いや、そこもやっぱり入れるんだ。ここに誰かいましたけど、あ、誰もいない。のぞみ姉さんの、なんていうの、妹分みたいなのがいましたよね、確かね。ここも上に上がれるのか。え、ああ、宝箱がある。うわ、ざけんな。ちょっと待って。あ、無理か。危ない。危ないな。アギ弱点しかないんだっけ、白状し。弱っちいな。弱っちいな。いや、経験値が低いな。カマソッソでレベル上げたいな。宝箱二つ。いや、全然ね、装備品って落ちてないですね、本作。装備品買わないとダメなのかな、やっぱり。じゃあ一通り地上は確認できたので、地下に行きたいんだけど、一旦今回もね、この辺で終わりにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ではまた。